ょっとやめてください。じゃあ1回行こうか。その主任探すっていうところで、じゃあ1回まで行きましょう。じゃあまとめると、じゃあこの場所では時間の研究がされてるってことかね。でフェイトっていうやつが管理してるってみたいな。で実はこのエルニード界はテルミナとか全部なんだろう、アルニ村とかさ、全部他の島々とかも全部あれだね。じゃあフェイトによって管理されたと。トップお前か主任は。この研究センターの基礎となった時間研究室は2300年どっからともなく現れて頭角を現した天才的科学者ガッシュによって設立されたシルバードを作った人だね。断りの賢者、理の賢者、バンで行方不明になってしまった。彼の意志は次にここまで頑張ってきた。さあもうすぐ、ガッシュの名前も出てきたね。これもクロノトリガーの登場人物だね。まあ、シルバートっていうタイムマシン作ったりとか、まあ、かなりいろんな、まあ、頭のいい人ですよ。まあクロノトリガーでの滅びた未来も出てくるけどさ、まあ、その時にはもうあれだね、なんだろう、いなくなってないか、いるけど、まあ、変な研究繰り広げて、まあ、ちょっと気が狂ってしまったような感じにしまったかに。さてでこれで生きるようになります。ここにさっき行けなかったんだけどね、朝廷社員が入れなかったっていうところで今入れるようになると。さて運命の線が開かれている。異なる次元に存在する近くて遠い2つの世界、パラレルワールドだ。このボイスはメインコンピューターフェイト。運命がついに2つの平行世界を観察し導いてきた。自分が知る過去の歴史と大きな変動が起こらないよう管理してんだね。そのかなりこのエルニドの世界を操ってきたんだ。エルニドの異変が大陸に影響を与え世界を変えると、フェイトの存在した2100もまだ変化することになり、そのパラドックスは大きな危機を伴うから、消えてしまうかもしれないからね。だからここで隔離したんだべ、エルニド界ってところ。だそのクロノトリガーの大陸とかいろんな、なんだろう、他にも世界があるんだけれども、だそこから完全に隔離されてんだよね、このエルニード界は。だそれはもう完全に、なんだろう、その大陸の方に影響を及ぼさないためだね。で、何かあったら、仮に何か起こってしまったら、この未来のクロノポリスも消えてしまうかもしれないっていう。だフェイトも消えてしまうかもしれないっていう。だそれを、なんだろう、抑えるために管理したっていうことがね、完全に。さてと。世界の上昇すると同時に利用する人間の脳に直接指示をインプットし、当人の気づかずにトルベックコードの暗示をかけていた。操られたんだ、 ある意味じゃ操られてるもんとかさ。歴史を変えぬように運命に導かれ、予定調和の日々を送るエレミドの人々は、操り人間に過ぎない。R201 の酒場の娘に対して体力得てで死になるような諦めの感じ、あの詩を書く人いたじゃないですか、あの一番結構最初の方に。まあその人のことだね、これは。あるいの親父に対して両親になるのを断念するような感じ、あれだね、ラッキーダンでずっとなんかお祈りして、なんかお祈りした親御さんだね。その他もろもろに体力との接点を狭め、歴史に影響を残さないような計画。10年前の視界形成の事件以降、世界一に対してフェイトは直接介入ができなくなっていた。視界になってしまったから、だから消滅したんだね、その世界では。かろうじて次元を超えて運命の書のデータを示したんですよ。それでも一応観察はすることができたと。すごいね、どうやってやってんだろう、そのなんか二つの世界を。なんか視界に監視者として民営領主のまま固着化させることに成功した。自称観測室、二つの平行世界、まあ、未来だからね、未来のそのまあ技術はもしかしたらまあできるかもしれないね。まあ、2つの世界を観察すると。2300年生に観察されてた大型試作機、マザーブレインを取り込んで作られた。マザーブレインね。クロノトリガーの荒廃した未来でもマザーブレイン出てきたね。
ロボを作った人、アトロポスとか。2100が膨大な歴史まで蓄積されてる。なるほど。でそのマザーブレイン、まあ、あれはもう危ない人だったけどね、結局狂ってしまったね。もうロボットだけの世界を作ろうとしたから、人間を全部滅ぼして。クロノポリスメインコンピューター、フェイトと呼ばれている。フェイトだね、そいつが鍵だべ。さあ、じゃあやるかお前と。ふん、俺ポロポロ44。あ、不吉だな。え、なんだこの数字409、409、404って言われたらめっちゃなんか嫌な数字だな。嫌な数字のオンパレードだ。これおい、あ、ミサイル来る。それはあかんじゃないの。ほらこいつしぶとでしょ、めっちゃ手なんだ、めっちゃ臭いんけど。グレンちゃんやってください、お願いします。ほいほい、あ、そうだ、エフェクトがちょっと変わってます。二刀流になったから。お、ほい、こんな感じで一刀流の時はちょっと変わってる、ね、見た目が。パッパラン、バラババン。何分やった？あれ、開けらんねえ。あれ？もう開けられない。開けら直すか、じゃあサクッと。ウィー。で、ほーら。はい。あれ？つけた。まあいい。じゃあこちら開いてみようか。さて。あれ？こっちかな。記録を見る。それはある日、母から渡された一冊の手帳から始まった。物置を片付けていて偶然見つけたのだという。ボロボロであちこち紙の生えたその手帳は数年前に死んだ祖父の日記だった。そこにはいつも日向で学んでいた祖父の遠い日の思い出が綴られていた。お前はまだ覚えているだろうか、私たちの出会いを、そしてあの数々の冒険を。全ては夢のようだった。遠い夏の日々、私たちは風のように駆け抜け、お前は空から落ちた一粒の星の影らだった。ああ、いつらも私は帰っていく、二度とは戻らぬあの遠い日々へ。こうして目を閉じ、そっとお前らの夜にささやけば、きっと、きっと。ラジカルドリームズ、盗めない宝石。用意はいいかい、きっと。気が付くのはわかるけど油断するなよ。はっ、お前こそ同人だよ。なんかあったらせれっからな。いいな、セルジュ。さあ、行こうぜ、キル。山猫の野郎にこれまでの借りを100倍にして返してやる。泣いて謝るなら今のうちだぞ、野郎め。許してやらないけどな。はっはっはっは。さて、行きますか。あれはね、なんだろうな、ラジカルドリーマーズっていう、まあ、クロノトリガーの、まあ、続編っていうのかな、ラノベ、ノベル形式のゲームがあるんですよ。で、それで、その中の一節だと思われるんだよ、おそらく。まあ、俺はそれプレイしたことないから分かんないんだけれども、まあ、後々ちょっと詳しく説明できたらいいんじゃないか、見えました、華麗に。で、こうやってずれてくれるから、動きが、まあ、こうやっていくのはできるっていうね。さて、転がる先はランクティより超低者として認められた人しか入れないと。恐ろしいは。ちょっと調べるか。じゃあおい、指紋モーマフパターンの手帳を行います。はい、抗体の経年変化による許容範囲など断定、 96% の確率で超低者として最終回登録された本人であることを確認。6個解除します。 Welcome back クロノトリガー。上にプロジェクトキットって書いてあるね。そうです、セルジュじゃないとここに入ることはできない。そのために
ヤマネコはセルジュの姿を奪ったのである。いてついた炎、その通り。人の祈りを聞き届ければ、富を、名声を、権力を授ければ、永遠の命をもたらし、幸福と安らぎを約束する。これこそが古の時代、揃える振り来たりし、生ける赤き石、凍てついた炎だ。ヤマネコ、遅かったな。心配じゃねえところで。決着か。何者だ。まだからか。お前がフェイトか。You are fate って。14年前の嵐の夜、歯車は回り出したのだ。あの日、和月とミゲルは幼いお前を乗せ、船を出した。狂気に襲われたお前をマブエルの賢者の元に連れて行くためだ。テルミアやガルドブの医者では、お前の傷は治しようがなかったのだ。彼らはなんとかこの金塊までこぎつけたのだ。座礁してこの島に乗り上げてしまった。その時この研究所の施設でもひどい嵐で一時的にダウンしていてね。回復するまでにほんの10分ほどの間だったが、その間に炎はお前を見つけてしまった。幼いは炎を接触し癒された。そして厄介なことには再起動したガードシステムはお前以外のアクセスを受け付けなくなってしまった。セルジが触れたからフェイトも自身もアクセスできなくなったってことだ。フェイトの内部に独立した旧マザーブレン隊から隠されていた回路があって、それが反乱を起こしたので何かがあったんだね。セキュリティプログラムか。フェイトの内部がずっと奥に、まさかそんな小さなバグ、裏切り者が潜んでいるとは。その回路は初期アステア型の基礎を完成させたある博士の思想に基づいて設計されたものだ。システムの中核をなす上にこのような回路が存在していたことをフェイト自身すら気づいていなかった。いや、気づいていても瞬時にその記憶を消去するよう最優先行動が発令されていたのだろうな。よく走ってやがせ、とんでもない才能と情熱。将来責任者のガッシュの仕業、裏切り者。こいつにとっては裏切り者だけど、このプロメテウスが守ってくれたんだね。炎と何かあった時のために。やっと会話してもらいましたか。お帰りなさい。それではあなたが本当のセレジさんですね。あなたのことをずっと待っていました。間に合ってよかったです。この喋り方似てるように話してた。お願いします、セレジさん。フェイト、フェイトとリュウたちの憎しみを止めて、やめてくれ。セルさんとか人の未来の未来のために What are you willing to do for die? Show me.